2018年カンボジア国民議会選挙はカンボジア会員である国民議会の総選挙で2018年7月29日に実施された。2013年の前回選挙で与党カンボジア人民党が68議席と過半数を制する一方で野党カンボジア旧国党は55議席を獲得した。野党議席の大幅な増加にもかかわらず、 人民党の選挙妨害を訴えて結果を認めなかった。旧国党は選挙制度改革を求め改革の実現まで議会活動のボイコットを宣言。国民を巻き込んだ広範囲の反政府運動が始まった。反政府運動に対して首相の奮戦は直送選挙を5ヶ月早く施行する妥協案を提示したが野党は拒否し2015年。 または2016年半ばでの総選挙実施を求めた。2014年7月22日、旧国党が議会に復帰し、2018年に総選挙を実施することで与野党が合意、政治危機は終了した。旧国党党首のサムランシーも比例候補者名簿に追加することを認め、8月5日の議員就任宣誓式に旧国党議員は出席した。 ランシーは名誉毀損容疑をかけられ、2015年にフランスへ逃れ2017年には旧国党党首を辞任しり党した。セン政権は政党指導者が罪を犯した場合政党を解散させることができる政党法改正を進めており、辞任は避けられない状態と見られていた。公認の党首にはケムソカー副党首が就任した。旧国党の解散命令により、 主要野党が消滅し人民党の優位が確定。選挙では定数125の全議席を得て圧勝した。ランシーは選挙の不当を主張ている。主要な野党が選挙をボイコットした状況で欧米を中心とした国際社会は選挙の正当性に疑問を呈した。投票は7月29日の午前7時から午後3時まで全国で行われた。ありがとうございます。